皆さんこんにちは、白瀬リブです。今回の動画はの前にですね、今回はなんとですね、ゲストさんがいるということで、盛大な動画にできるように今日もちょっと呼んでいきたいなと思います。それではゲストさんどうぞ。チャンネル隊長の隊長です。なんかです。うわー、よろしくお願いします。なんともう YouTuber の大先輩がこんなテレビ YouTuber にもなありがとうございます。普段運動とかされますか？もう全然ね。あ、なるほど。はい、毎日座り仕事で編集してね。はい。そればっかりです。そうです。めちゃめちゃ優しいんですよね。普段バラエティのチャンネルやられてるんですけれども、車バイクとか好きな方はね、ぜひチェックしていただけたらと思います、ね。じゃあ今日はですね、そんな、車とかバイクとか普段でよく乗られてると思うので、今回は、車とかに乗ってる腰痛とかね、骨盤の圧力が出てくるかなと思いますので、そこの骨盤改善、腰痛解消のヨガを行っていこうと思いますので、たくさん動いていきましょう。よろしくお願いします。はい、それでは皆さんやっていきましょう。レッツGo! 皆さんお疲れ様です。今回は隊長さん、ムーカさんと一緒に腰痛を改善するヨガを行っていきます。共に動いていきましょう。ではまずはじめ、お尻のお肉外側にかき出し、座骨、お尻の骨をしっかりと床につけたら、背筋を伸ばし、外側から手を広げ深呼吸していきます。腕を外側から広げながら息を吸い、両手頭の上で合わせたら下ろしながら、ゆっくりと鼻から息を吐いていきます。ご自身の呼吸に合わせながらゆっくりと繰り返していきましょう。それでは手を下ろし、両足、足の裏、体の前で合わせ、まっすぐお腹のラインで揃えたら、背筋を伸ばして体の前でひし形を作っていきます。背筋伸ばした状態で体を前に倒し、合席のポーズです。呼吸は忘れず、肩周り力まないように、無駄な力は抜きながら行っていきましょう。骨盤、股関節周り、鼠径部がゆっくりと伸びていることを感じながら行っていきます。詰まってしまっている足の付け根のリンパ、ゆっくりと伸ばしてあげましょう。それでは背筋伸ばしているところ、ゆっくりと力を緩め、体だらーんと前に倒していきましょう。呼吸は止めず、鼻からの呼吸に集中していきます。上半身の力を抜き、前にだらんと倒れることで、鼠径部、股関節周りの伸びを促進させてくれます。少しきつい方は膝の下にブロックやクッションを挟み、軽減しながら行っていきましょう。心地の良い方は瞳を閉じ、ご自身の伸びに集中していきます。それではゆっくりと息を吸いながら、上半身起き上がらせていきましょう。起
き上がったら左右どちらでも大丈夫です。片足外側に伸ばし、反対の片足かかとを床につけ、膝を内側外側交互に開いて閉じて行っていきます。上半身は後ろに手をつき、リラックスした状態で行っていきましょう。息を吐きながら内側に膝を入れ、吸いながら膝を広げていきます。ポイントは膝、足だけを内側、外側に動かすのではなく、股関節全体から大きく動かすことです。内側に膝を入れるときに普段使わない筋も伸ばしてくれます。ゆっくりと大きく動いていきましょう。鼻からの呼吸は止めずに行っていきます。股関節周りの突っ張りをなくすことで骨盤矯正、そして姿勢改善にもつながっていきます。ゆっくりほぐしていきましょう。それでは続いて、伸ばしていた足をしまい、開閉させていた足をつかみ、背筋を伸ばしていきましょう。両腕で足を抱え込み、太もも、ハムストリングスをしっかり伸ばしていきましょう。無理せずご自身のペースで行っていきましょう。それでは続いて、抱えていた足外側に曲げながら下ろし、手を抱えていた方の足に置き、上の手斜め上に伸ばしていきます。目線は斜め上を見ていきましょう。背筋は曲がらないようにしっかりと伸ばしながら、体側の伸びを感じていきましょう。肩に力が入らないように気をつけながら行っていきましょう。無駄な力は抜き、体の伸びと呼吸に集中していきます。それでは手をゆっくりと下ろし、前の足をマット短い方に向け、後ろの足膝を真下に伸ばしていきましょう。背筋をぐっと伸ばし、後ろの足の前ももから前の鼠径部伸ばしていきましょう。伸びがきつい方は手を前にして軽減しながら行っていきましょう。無理なくご自身のペースで行っていきます。
呼吸は止めず繰り返していきましょう。肩に力が入らないようにリラックスしながら行います。それでは体正面に戻し、反対も行っていきましょう。先ほどと反対の足を伸ばし、反対の足をかかとつけ、膝開閉していきます。膝が内側に入るときに息を吐き、広げながら吸っていきます。呼吸に合わせて行うことで副交感神経が上昇し、リラックス効果がもたらされます。共に自律神経を整え、身も心もストレスのない体にしていきましょう。肩は力を抜き、リラックスしながら行います。上半身は後ろに体重を乗せ、無駄な力が入らないように行っていきましょう。それではゆっくりと伸ばしていた足を閉じ、開閉していた足を両手で抱え込んでいきます。背筋はできる限り伸ばしながら、両腕で足をぐっと持ち上げ、ハムストリングス、太ももを伸ばしていきましょう。肩に力が入りやすいです。しっかりと両手で抱え込みながら呼吸に集中していきましょう。きつい方は寝転びながらでも大丈夫です。ポイントは太もも、お尻の付け根からハムストリングス、ここの筋を伸ばしていくことです。体のキープ頑張っていきましょう。股関節をしっかりと伸ばすことで足の歩く幅も広がり、姿勢の良い歩き姿にもつながっていきます。それでは足を下ろし、持ち上げていた方の足を外側に曲げて、そちらの方に手を置き、反対の手斜め上に伸ばしていきます。目線は斜め上を見ていきましょう。呼吸は止めずに行います。リラックスしながらご自身の呼吸に集中していきましょう。肩に力を入れないように注意しながら、体側はしっかりと伸ばしていきましょう。背筋をしっかりと伸ばし、呼吸は鼻から吸って鼻から吐いていきます。ではゆっくりと腕を下ろしていきましょう。腕を下ろしたら、体の前の足の方向にマット短い方を正面に向き、反対の足、膝を真下に足を伸ばしたら、背筋を伸ばしていきます。鼠径部から前ももしっかりと伸ばしていきましょう。きつい方は両手前に置き、体支えながらで大丈夫です。無理のないようにご自身のペースで行っていきましょう。
呼吸は鼻から吸って鼻から吐いていきます。それでは上半身ひっくり返し、腕を後ろに置いて体重を任せたら、無駄な力は抜きながらかかとを中心に足ブラブラと許していきます。先ほど動かした足をリラックスさせていきます。それではゆっくりと寝転び、両足を両手で抱え込んでいきます。ガス抜きのポーズです。姿勢改善、腰痛改善、そして大腸、お腹の調子も整えてくれるポーズです。肩周りなど力抜き、リラックスしながら行っていきましょう。腕が回りにくい方はタオルなどを使って軽減しながら行ってみてください。呼吸は止めず、鼻から吸って鼻から吐いて繰り返し行っていきましょう。それでは両足両手下ろし、足はまっすぐ真下、両手は重ねて頭の上に持っていきましょう。足は下に、手は上にぎゅーっと引っ張るように力を入れて3秒、その後ストンと力を抜いていきます。繰り返し行っていきましょう。ぎゅーっと力を入れ3秒、ストンと力を抜いていきます。体の緊張をほぐしてあげましょう。それでは最後、体を起き上がらせ深呼吸していきます。あぐらの姿勢に戻り、座骨をつけ、お尻のお肉かき出したら背筋を伸ばして深呼吸していきます。外側から手を広げ息を吸ったら、頭の上で手を合わせ、鼻から息を吐きながらゆっくりと腕を下ろしていきます。繰り返し行っていきましょう。吸って持ち上げ、吐いて下ろしていきます。これで終了となります。腰痛のない素敵な生活を送っていきましょう。お疲れ様でした。はい、ということでですね、今から隊長さんにヨガの基本のポーズをやっていただこうと思いますので、ちょっと3つほどね、ご紹介していこうと思います。もっと動きやすい格好になっていただいたので、それでは今からやっていただこうかなと思います。一番最初はですね、コブラのポーズっていう、コブラのポーズですね。最近ちょっと見本見せます。これうつ伏せの状態で胸の横に手を置いて、で足先は伸ばして、で腕の力というより背中の筋肉を使ってグッと持ち上げて、この姿勢でキープです。これコブラのポーズになりますので、頑張って。承知いたしました。お願いいたします。それではまずやらせていただきたいと思います。まず、あ、ごめんなさい、まずここですね。はい、ここです。
ですね。その状態で足先伸ばして、足先伸ばしてグッと上に持ち上げて、あー綺麗綺麗ですね。で5秒キープ、5、4、3、2、1、はい、 OK です。素晴らしい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 です。続いてですね、続いては、ハッピーベイビーのポーズになります。ハッピーベイビーのポーズ、赤ちゃんがよくやるポーズというか動きなんですけど、仰向けの状態から、仰向けの状態から足のつま先を両手で持って、このポーズです。このポーズで股関節のストレッチだったり、お腹、腸の、ね、動きを活性化させるポーズになります。承知いたしました。こちらのポーズをお願いいたします。ハッピーベビーに行きます。このポーズですので、おやってあ、上手、上手です。うまい、うまい。5、4、3、2、1、はい、 OK です。素晴らしい、ナイスベリー、ナイスベリー。じゃあ最後、最後、最後ちょっとちょっと難しい、筋力的に普段動かない方も難しい方も多いんですけど、弓のポーズっていう、弓のポーズ、弓のポーズをしていただく、弓のこっちですね、このこっちのポーズ、あ、違う、はいはいはい、嫌じゃなくて、そうですね、このうつ伏せの状態からまずスタートして、足の足首を両手で持つんですけど、足首、そうです、足の力、方向的にはこっちに足を引っ張るような感覚で、背中の筋肉も使いながらグッと持ち上げて、この姿勢ですね、この姿勢でキープしていきます。これしっかり筋肉使うので、頑張って持ち上げながら筋肉をつけて行っていただこうと思います。お願いします。足届くの、持ってね、持つだけでも初心者の方は全然大丈夫なので、あ、この状態で、その状態で頑張って、じゃあ、私たちそろそろお腹空かし、そうですね、もうちょっとご飯行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。お寿司です。お寿司、お寿司ですね。おねみ、おねみ、おねみ、皆さんもぜひヨガチャレンジしてみてください。